皆さんおはようございます。東の特選ということで、ちょっと関東で4人で並び注目されてますけども、気になりますか。はい、そうですね。僕は先頭で自力で戦います。4人まとまるという感じですか。4人まとまると思います。はい、ちょっとそのやっぱり豊橋の流れからあって、そうですね、関東でまとまりたいというか。はい、個人的にはそう思いますけど、やっぱ、個々の思いもあるんで。はい、その中、そう鈴木隆さんとはどういうやり取りというか。隆二と話して、こういう形になりました。前後は。もちろんその今までも常に自分が前でという意識も持たれて走ってこられたと思います。そうですね。だからそういう準備はできてるんで、隆二にマイクの後ろから選択してもらってという形だったんですけど、後ろにつきたいということだったんで、僕は自信があります。そんな中、ちょっと諸橋さんがこの前のスーパープロティスレーザー、落車で残念だったというのは、今回この関東でいい走りというか、そうですね。でもレース自体はいい連携できたし、勝てなかったけど、2、3着入れたので、形にはなったかなと思いますけどね。今回久しぶりに、そうですね、新田さんも帰ってきてというか、半年ぶりの、実戦だったり、松井浩二はちょくちょくと走ってる感じですけど、頑張るだけですね、自分らしく。はい、やっぱりファン目線としては、いわゆるナショナルの人たちと、平原浩太がやってきた競輪というものを、このバトルをすごく注目していると思います。でも練習とかもう全てナショナル寄りになってるんで、そうじゃなきゃ戦えないし、そのスピードの部分を追い求めつつ、そうですね、そういうふうにやってきたと思います。この関東4台頑張ります。はい、ありがとうございました。